大阪駅にやってきました。本日は2024年1月3日正月三が日ということもあり、現在歩いている桜橋口付近はそこそこの人が行き交い賑わっております。さて、この JR 大阪駅のメインとなる出口は中央口、御堂筋口、連絡橋口とあり、どれもこの桜橋口並みかそれ以上に混み合っているのが普通。つまり大阪駅の出口はほぼどれも混んでいる。さすが関西一の JR 駅と言いたいところですが、桜橋口から信号を挟んで向かい側にあるこの出口、大阪駅西口をご存知でしょうか。大阪駅の出口のうち一番西側にあるこの出口、高架の上を見てみると地上ホームがもはやかかっていないくらいに西の果てにある出口となっており、その出口の様子がこちら。え、誰もいない。そう、この出口は大阪駅の中で圧倒的に不人気でして、休日正月三が日の昼間でも簡単に無人状態の様子を見てこうして撮影できてしまいます。だいたい大阪駅の出口の周りにはお菓子やらお土産店やら買い物できる店舗があるものですが、それもなく、駅員さんも今の時間帯は不在、無人駅状態となっており、少し不気味なくらい人類が突然消滅した後の大阪駅を見ているようです。先ほどの通路から西口に入ってそのまま北に抜けるのは不可能。白い壁に阻まれて先に進めず、ここで行き止まりの様子。買い物できる店舗もなく、駅の北側やどこかに抜けることもできない。完全にここから列車に乗る人専用の出口となっています。さて、ここまでガランとしている大阪駅西口、改札を見てみるとこんな感じ。改札口の幅は結構確保されてはいますが、改札機の台数はその幅に見合ったものではなく、端の方にこじんまりと何台かあるだけ。時々西口の方へ人はやってはきますが、利用者というよりはここに迷い込んできて、ここはどこだ状態になっている方が大半なようで、基本的にみんな引き返して人の多いエリアに帰っていきます。さて、せっかくなので改札の中に入ってみることにしました。発車表は最近流行りのモニタータイプ。お、これはすごい。エスカレーターの手すりのところがイルミネーションのように綺麗に光っています。しかしそれらを鑑賞する人はいません。大阪駅の他の主な駅構内と比べても未来的で最先端の設備が整っているように見えますが、それにしても人がほとんどいない。人口減少が続く中の未来の大阪駅の姿を暗示しているとでも言うのでしょうか。さて、この駅構内にはこのようなおしゃれな椅子スペースがあります。いろいろな形、いろいろな色の椅子があってかなり凝っています。人がほとんどいないので本を読むにも最適。まるで図書館の閲覧室かのように集中して読書することが可能です。椅子スペースのすぐ近くにはトイレもあります。ほとんど人が歩いていないこの駅構内ですが、トイレの数はかなり多めに設置されています。今この西口付近を歩いている人が全員突然トイレにこもっても満室になることは決してなさそうです。トイレに列ができるのが当たり前な他の大阪駅構内ですが、その列にうんざりしたり緊急を要する場合はこちらを狙って飛び込むのもありかもしれません。さて、やけに新しいこの大阪駅西口、2023年春のダイヤ改正でそれまでの梅田貨物線を地下に潜らせ、地
下にも大阪駅が誕生。大阪東線が大阪まで乗り入れるようになった際に新しくできた出口がこの大阪駅西口となっています。大阪駅西口からでも地下の大阪新駅に行くことは可能なのですが、ご覧の通りすぐにアクセスできるわけではなく、長い階段を降りて無機質な通路を歩き、また長い階段を上がった先に乗り場があります。西口から大阪新駅地下ホームまでは早歩きでも5分ほど見ておいた方が無難なレベル。お世辞にも便利とは言えないんじゃないでしょうか。さて、今歩いているのは西口と同じく2023年春に開業した大阪駅海北地下口。こちらも大阪駅にしては人が少ないものの、西口と比べるとこちらの方が断然人通りが多くなっています。自然が映っている謎の映像や、条件を達成すればタッチすらすることなく通過できる改札機など、未来志向の強いデザインとなっています。こちらの出口は昨年のダイヤ改正後に数えきれないほどの鉄道 YouTuber がネタにし、今となっても撮影しにわざわざやってくる人が後を絶たない魅力にあふれたものですが、こちらの出口から便利なのはあくまで大阪地下新駅のみ。他の地上駅ホームへ行くには先ほどの西口まで戻り、そこからホーム上に上がっていこうかありません。西口へ戻ってきましたが、相変わらず人はいません。たった一つだけ設置された緑の券売機も利用する人はなく、完全に閑散としてしまっているこの大阪駅西口。今度は入場券ではなく IC カードで入場。地上ホームから当チャンネルおなじみ JR 尼崎駅まで移動していきたいと思います。これから乗っていくのは14時36分発快速北から塚駅。現在14時34分ですが、まだ発車表に表示がある状態。まあ2分前にホームへのエスカレーターに乗っている状態ですし、十分間に合うで。あれ、遠い。あまりにも遠い。ああ危なかった。なんとか間に合いました。大阪駅西口は大阪駅西側のさらに果て、他の中央口のような乗り場と同じ感覚でホームに上がって列車を利用しようとすると、乗車位置までが遠すぎてかなり痛みを見ます。新大阪から東淀川ぐらいまで走った感覚すらあります。なぜ誰も西口を利用しないのか、この辺りが不便すぎるというのも一因かもしれません。皆さんも一度大阪駅西口に行ってみてはいかがでしょうか。